トヨタ車体ファーストサーバー重原、須田ダニエル、大川フロントローです。さあ、まだまだ出るよ。もう後がないトヨタ車体。黒部は今シーズントヨタ車体にファーストレグ、セカンドレグと連勝しています。今シーズン三立てスイープ、黒部としてはできるかどうか。トヨタ車体はラストホームゲームで黒部相手に意地を見せることができるか。勝負の第3セット、高橋がサーブレシーブ取ります。福本アンダーでイベギン、まず最初の得点、イベギンツーバー。ファーストサーバー黒部イベギンです。山口、コクラム、高橋がフロントロー。ダニエルクロス、コクラム取りました。福本アンダー、高橋止めた。須田ダニエルでシャッター。最後須田の右手。さあ、そして始めましょう。サーブは5番須田、須田のブロックで止めました。そのサーブ須田、山口押す、重原飛び込む、山上レフト、大川、福本、イベギンつなぐ、山口返します。ダニエルに一つ目取らせた。ハッタヤ低い、落ちた。トスはちょっと低くなりました。もっと上でお願いしますというバブルンスク。ハッタヤ見せてくれました。さあ、もう一本サーブは5番スタ。福本のサブレシーブ、安田、コクラムへタッチ取った。レフト大川止めた、フォローします。須田ネット上つないで、上がらない、3つで返せなかった。山口サーブです。佐藤玲香前に来ます。ハッタヤピック、勝って連続得点。さあ、連続でいきましょう。サーブはダニエル、ダニエルサーブです。ネット、お互いにセッター対角が後ろに来るローテーションです。コクラムサーブですが、黒部は高身長セッター安田が前、ブロード、ハッタヤのバックだ、かわしたかわした。クイックの次はブロード、ハッタヤ、もう誰もいなかった。16番、大川サーブです。大川サーブです。重原前に行きます。アウト、チャレンジはしない。ん？入った。サービスエース。入っていたようです。高橋サーブレシーブ。安田は移動攻撃。佐藤玲香、大移動、大スイング。気持ちいいほどのフルスイングです。サーブ高橋、大川取ります。今度はハッタヤブロード、ブロードにはブロード。トヨタ車体このセットはブロード、ハッタヤクイックあってブロードあって、もう一本ハッタヤがリズム、それから勢いを作ります。このハッタヤサーブ、今度は須田が前に来ます。佐藤玲香だ、上げた大川。ダニエルちょっと低かった、ダニエルは転んでいる。安田アンダーで佐藤玲香、ダニエル上げてハッタヤつないだ。重原ハイセットブロック、フォローします大川。山上クイックスタ、
ツーでいった安田、大川飛び込む、須田上げて杉原タッチ、レフトへ振ります、イベギンフェイント、ダニエル取る、真上は須田ブロック、上げた上げた、杉原、福本、安田はイベギンへクロス、大川入ってた、山上レフト、杉原、コクラム、福本つないだ、ハイセット、イベギン吸い込んだ、メガラリー、最後イベギン吸い込ませました。そりゃ疲れます、しかしクール、須田クイック、須田の得点今日3アタック目、アタック3つ目、ブロックでも得点ある須田です。セッター山上サーブ、ダニエル前に来ます、佐藤玲香大移動、アンテナ、あ、山口か、山口でした、失礼、山口のブロード、安田サーブです、イベギン、山口、コクラムがフロントローにいます、須田拾った、安田、福本、アンダーです、イベギンクロス抜いた、クロス抜きました、これどこ抜けましたかね、内側か、ダニエルレフトからストレート叩きつけました、スイッチローテ、レフトからダニエル、ほぼストレートはガラキ、杉原サーブです、大川前、ネット今度イベギンサーブです、高橋前に来ます、縦石返す、大川ストレート誰もいなかった、ちょっとぶら下がり、若干下がるような大川スパイク体勢になりましたが、後ろのミートポイントで打ちました、ストレート誰もいませんでした。サーブスだ、ハッタヤ前に来ます、山口クイック、山口がブロードにクイックに、このセットの入り2つの得点あります。レフト大川強烈、1枚ブロッククロス、山口もコースにはいたんですが関係ない、そんな感じで打ち込みました。サーブダニエル、高橋フルスイング、タッチ取った、ハッタヤ、ハッタヤがクイックにブロードに、このセット本当に入りをしています。山上も積極的にハッタヤ使います。カッティーノダニエル、サーブ続く、高橋、安田はライトへ振った、コクラブロック、どうだ、落ちた、ライト乗った、テクニカルタイムアウト、トヨタ車体で今日初めてリードして迎えます。残っていたハッタヤ、どっちだ、ハッタヤかな、オンライン乗った、ハッタヤの遅れてきた手が残ってました。手元の集計ですが、このセットハッタヤがクイック、クイック、ブロード、ブロード、クイック、ブロック、6得点、このセットだけでもう立ち上がり6つの得点取ってます。
この試合初めてトヨタ車体がリードしてテクニカルタイムアウトを迎えました。第1セット第2セットといずれも12対9、黒部3点リードでテクニカルタイムアウトでした。このセットが今日1、2セット目とちょっと立ち上がりの雰囲気、それから流れが違います。イベギンのサーブレシーブ乱れた、ダニエルサービスです。安田に帰りませんでした。ダニエルサービスエース、今日3つ目、元返します。ブロードだー、佐藤玲香。スピーディーかつパワフル、佐藤玲香のブロード。また八田ともちょっと違うブロードの特徴、良さがあります。今度は八田、合わない合わない、佐藤玲香またブロード大移動。連続大移動、トヨタ車体のコートを襲います。立石アンダー、大川タッチ取った、福本いいパス返した、安田は小倉も使う、抜いた。いや、福本の一つ目のパスも安田のところまでしっかり返りました。バックライトから小倉も、1点差です。黒部ネットインサービスです。ネットインサーブ、八田や山上つないで大川ランダで得点にしました。ネットインサーブ、ちょっとトヨタ世代もびっくりしたでしょうが、サーブ大川です。ウェギン取る、佐藤玲香止めた、杉原一枚で止めた。ようやく佐藤玲香の大ブロード止めました。内側読んだ、さあ黒部はどうする。佐藤玲香が一枚止まりました。高橋ロックフォロー、安田小倉マンダー、丁寧に高橋押す、ダニエル反応、大川つないで杉原返す、イベギンいいパスだ、安田はブロード、佐藤玲香落としに行く、八田や拾う、山上レフト杉原、なんだイベギン、小倉もつないだ、福本相手コートへ返した返した、八田や止めた、乗った高橋止めた。高橋も八田への内側のスパイク読んだ。梅津優里、今日の梅津サーブ効果率は 12.5%、 今日もいい数字ですがネット。高橋戻ります。さあトヨタ車体は八田屋、高橋返します、安田大きくレフトへ、イベギンブロックアウト、佐藤玲香に代わりまして与田舞子です。与田舞子もサーブ効果率は 12.5%。 杉原止めた、繋いだ、返します須田、イベギン
クロス。ビギン連続得点。ブロックアウトの次はクロス抜いた。後ろダニエル強く打てません。高橋上げて安田はイベギン、ネット伝ってアウト。佐藤玲香戻ります。山上サーブ、ダニエル前に来ました。後ろコクラム、真ん中から来ました。コクラム、ダニエル S1、 福本上げた。イベギンがセカンド、声を上げて上げてコクラム、フォローします高橋。イベギン今度は抜いた、長いコース、追いつきました黒部。いやー、重原砂の間が空いています。そこをついてくるイベギン。2はセッター安田サーブ、前3枚揃っている黒部。ダニエル、福本追いかけますが外、 S1 ローテ、レフトからダニエル、重原、ここでトヨタ車体はいいサーバーに回ってきました。ウェギン返す、コクラもちょっと低い、大川、大川落としました。ちょっとパスが低かった、指先残ってた。黒部タイムアウト。まあ、このセットの立ち上がりはもう八田への活躍が光りました。ダニエルのサービスエースがテクニカルタイムアウト明け早速ありました。さっきのオーカーの指先残ったブロックポイントになるかと思いますが、でもよくしっかり止めています。トヨタ車体はブロックこれで10本に乗せました。黒部はブロック13本です。重原のサーブ、イベギンサーブレシーブ乱れます。福本がセカンド、イベギン縦石、大川追いかける、おー、繋いだ繋いだ、重原返せた、大川は急いで戻ります。コクラム、山上入ってた、大川セカンド、ダブルコンタクトになりました。まあ、大川もユースの時にはセッターとしての経験もある選手ですが、ダブルコンタクト、イベギン伸びて入った、サービスエース、今日イベギン2はサービスエース3つ目。追いつきました。ダニエル打ち込んだ、叩きつけた、ストレートが空いてました。須田に代わって吉永リリーフサーバー。20点目に先に乗せたのはトヨタ車体。ネットイン、拾った福本、コクラム、山口アンダーレフトへ、高橋タッチ取った、大川タッチはどっち、タッチあった、タッチありました。吉永のサーブ続きます。
ダニエル、大川、ハッタヤが前、まあ、杉原と吉永も後ろにいます。強いサーブ、イベギン狙い、コクラム、ロックタッチ取ってます。須田が戻ります。黒部はサーブ、山口、コクラム、高橋、佐藤玲香前です。ダニエル、フェイント、落ちた。山口が下がって、ストレートが高橋かなり空いてます。船根彩菜、サーブの切り札。大川と八田や瀬田、山上前です。高橋ブロック、コクラム拾います。安田アンダー、今度はコクラムブロック、久本、あー高橋、久本かぶった、ブロックポイント出た。ここでそうですね、ブロック出ました。黒部タイムアウト。大川が今日3つ目のブロックです。いやー、黒部も迫って迫って追いつきまではしたんですが、ここに来て連続トヨタ車体が点を重ねます。大川のブロックタッチ、それから今のブロック、ダニエルのスパイク、まあ、フェイントもありました。船根のサーブ続きます。船根は今日サーブ効果率はまだいい数字は残せてはいませんが、高橋打ち抜いた、すごいパワーです。本当山上、八田屋の間空いていました。ダニエル戻ります。コクラムサーブ、安田が前に来ます。ブロックはいいローテ、八田屋押す、イベギン上げた、コクラムから高橋ハイセット打つ、タッチを取れた。よくあそこからのボールを得点にできました。トヨタ車体タイムアウト。イベギンのワンハンド見事、コクラムのアンダー、後ろからのボール、難しい軌道のボールを高橋打って当てて出しました。1点差です。この試合、このセット黒目が取ればストレート勝ち、トヨタ車体としても負けるわけにはいきません。今シーズン両チームの対戦成績2勝0敗、黒部が2勝0敗です。先月の4日と5日土曜日黒部ストレート、日曜日3対1で黒部、3立てしたい黒部。トヨタ車体はラストホームゲームで負けるわけにはいきません。ネットインです。杉原ブロード、ハッタヤアンネタッチネット、黒部追いつきました。僕らのサーブ、大川クロス、久保とコースにいた、安田アンダー、高橋縦石入ってる、ダイレクトで行く、大川フィント、コクラム、安田押し合い、佐藤玲香上げて高橋は前に返す、ダニエル潰れた、山上アンダー、大川タッチ、イベギン上げた、安田アンダー、高橋クロスアウト、サイドライン割りました。
トヨタ車体セットポイント。この人もいいサーブ打ちます、大川。サーブ効果率はリーグ10位。入った、ノータッチです。大川のサービスエースでトヨタ車体クイーンシリーズ第3セット取りました。